はい、こんにちは、こうです。今日はね、目黒に来ています。今日は仕事で目黒に来てたんですけど、まあ打ち合わせも終わってもう夕方でね、もうあと家帰るだけなんですけど、目黒駅の近くにね、花丸うどんがあったんで、僕がね、花丸うどんで好きなメニューを紹介したいなというふうに思います。花丸うどんはうどんじゃなくてこれを食べた方がいいです。それでは動画をお楽しみください。レッツゴー。やっぱり美味しさよりも距離って大事だよね。疲れてる時は特にね、やっぱ近い方がいいですよね。楽。もう着いた。はい、もう見慣れた看板ですね。やっぱね、チェーン店のね、こういう看板って見ると安心しますよね。なんかほっとするというか。入店したらまずはうどんをオーダーします。おろし醤油の醤で、はい、冷たい方で。僕はおろし醤油の醤にしました。これが一番安くてカロリーが低い。ここからは天ぷらを選んでいきます。僕が選ぶのはこの唐揚げとイカ天ですね。僕は毎回これかな、花丸うどんに来たら。で、お会計ですね。ここからがトッピングタイム。まずは天かす。花丸うどんってこの人工の天かすなんだけど、これってそんな美味しくないよね。まあないよりはマシって感じで、安定の生姜、まあこれはお好みで。で、すりごま。完全におばあちゃん家の麦茶の入れ物ですね。これもお好みで気が済むまで。最後はお水を入れて完成。卓上は至ってシンプル、醤油と七味ですね。このでも醤油が超うまいんだよね。僕はこの醤油が味わいたいから、この醤油をかけれるうどんのおろし醤油丼を選んでるっていうのもあります。それぐらいここの醤油っていうのはうまいです。それではいただきます。まずはうどんを混ぜていきましょう。しっかりとね、もうすでにお店の人がね、少し醤油はかけてくれてます。けど正直ね、全然足りない。もうこれだったらかける必要はないっていうくらい、こっちでかけるよって感じなんだけど、まあね、入れてくれてるんで、しっかり薬味と一緒に混ぜましょう。で、ここで追い醤油ですね。この花丸醤油をたっぷりかけていきます。もちろん唐揚げと天ぷらにもたっぷりかけましょう。それではすすっていく。正直、花丸うどんのうどんは美味しくないです。美味しくないって言ったら語弊があるけど、僕は好きじゃない。なんかね、麺硬いっていうんだよね。コシがあるんじゃないんだよね。芯があるというか、なんか喉越しもそんな良くないし、正直うどんだけで言ったら丸亀製麺の方が美味しいです。ここでイカ天にかぶりつく。まあ、イカ天は間違いないね。ていうかね、醤油がやっぱ美味しい。なんかね、ここの花丸醤油っていうのは塩分が強めなんだろうね。なんか味がキリッとしてるというか、素材を引き立てる味だなと思います。ここでまたうどんをすすっていく。正直あんまり美味しくないからこそ、一番安いおろし醤油うどんが一番コスパがいいかなって思います。ね、本当は天ぷらだけだとかね、唐揚げだけ頼みたいんだけどね、ある程度の大人になってそれだけ頼むっていうのもなかなかしにくいんで、まあ、一番安いものを頼んであげたらいいんじゃないでしょうか。ではここで早送り。ではここで唐揚げを食べていく。この唐揚げがね、本当にうまい。マジでね、花丸うどんはね、うどん屋さんより唐揚げ屋さんやった方がいいよ。見てこのレア感、半端ないから。肉汁の多いジューシーな唐揚げが好きな人は、絶対花丸うどんの唐揚げは食べた方がいいです。というかもう唐揚げだけ食べてもいいレベルだけど、まあそれはね、各々のモラルに任せましょう。でも本当唐揚げがうまいです。これだけは言っときます。それではラストスパート。それでは最後の唐揚げを食べていく。正直唐揚げだけはね、本当にどこにもない味というか、本当に美味しいです。丸亀製麺でもここまで美味しくはない。丸亀製麺の鶏天はどっちかというとパサパサ系だからね、あんまり僕は好きじゃないんですけど、やっぱり花丸の唐揚げは最高だね。最後はお水で乾杯。油を流したらごちそうさま。はい、それではいかがだったでしょうか。うどんは本当ね、まあ食べれなくはないってレベルだね。正直唐揚げを食べに行った方がいいです。まあ、全国でいろんなところにあるんで、皆さんお近くの店舗に行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに今日これだけ食べて495円でした。まあお買い得だね。まあ今日はこんなところかな。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。